テレポビズ。久々の理系通信です。興味深い論文が今日公開されましたので速報でお伝えします。イギリスの AI 人工知能開発会社ディープマインドは AI の支援によって数学の新しい定理を発見することができたと発表しました。世界で最も権威のある学術誌ネイチャーに掲載されました。研究チームによりますと、この AI はこれまで複雑すぎて関連が見えなかった異なる数学的対象の間に潜むパターンや関係性を解析し、新たな発見をするために欠かせない直感を数学者に与えることができるということです。というような最新の研究成果についていくつか補足を加えていきたいと思います。まずなんとなくすごそうだなっていう今回の研究についてですね、一体どれほど本当にすごいのかということについて専門家に話を聞いてみました。今回AI によりまして、これまで想像つかなかった予想というものを出したものになるんですけれども、数学科の次の、時代ですとか、パラダイムに移行するような、そういう大きな発見も与えてくれる可能性があります。はい、ということで専門家もうなる研究成果だということです。で、今回研究チームが開発したのはこういったですね、 AI と数学者が協力し合って新しい定理を発見するフレームワークです。黒で囲まれたところが数学者が行うステップで、青で囲まれたところがコンピューター、AI が行うステップでして、最終的に定理を証明するところは数学者がやる仕事なんですが、それに至る過程で AI がいろいろといい仕事をしてくれると。で、そのプロセスの中で大量のデータを生成するという場面では、これまでもですね、コンピューターを活用してきたということなんですが、その膨大なデータの中からある意味のあるパターンを見出すといった作業ではですね、これまで数学者の直感に頼っていたそうなんです。しかし今回は AI がその直感を導いてくれるというのが大きなポイントです。関係がないと思われるところに関係を与えるというのは相当が 才能ですとか、新しい発想がないとできないんですけれども、 AI の場合にはそういうことを気にせずに関係を探したりとかということもできると思いますので、そういう点ではもしかしたらそういう天才的な発想というのも生まれる可能性がある のではないかと思います。本当にラマヌジャンとかそういうイメージだなというふうに。今回の AI はラマヌジャンのようだというのは今回の研究成果に対する最高の褒め言葉かもしれません。ラマヌジャンといえばですね、インド出身の大天才の数学者で、とてつもない数学的洞察力、直感力によって、次々といろんな発見をしてきたんですけれども、今回の AI が、そのラマヌジャンのような直感を数学者に与えてくれるということなんですね。で、こういったですね、AI を使って数学の定理をこう導いていこうという研究は、今回が決して初めてではなく過去にもあります。それを伝えたニュースがこちら、これです。これ10ヶ月ぐらい前に伝えたニュースなんですが、イスラエルの研究チームがある AI を開発しまして、その名もラマヌジャンマシンということで、ラマヌジャンのように次々と新しい数式を発見してくれるという触れ込みの AI でしたと。というようにですね、こういった研究の方向性の一つが AI を使ってラマヌジャンを降臨させるんだというところに あるようなんですけれども、そうした同様のコンセプトの過去の研究が ある中で、今回の研究何がさらに進んでいるかというと、ある特定の分野に限らずより広い分野にも適用できるんだと、そしてまた実際に驚くべき発見をしたということなんですね。で、その驚くべき発見が論文内で示されています。分野としては結び目理論という紐の結び目を数学的に表現し研究する学問におきまして、 AI と数学者とのコラボによってこちらの新しい定理を導いたとしています。数学の素人の私にはさっぱり理解できませんでしたので、先ほどの下川さんに解説いただきました。下川さんによりますと、結び目についてそれぞれ独立に行われてきた幾何的側面の研究と代数的側面の研究を結びつける成果が得られたと。これまで分かっていなかった幾何的な情報から代数的な情報が得られるということを初めて示したと。ということで、ざっくり言いますと、別々の独立した2つの世界が関連していたよと、そういったことをですね、 AI と数学者のコラボによって示すことに初めて成功しているということで画期的だと。で、さらにですね、この AI は今の結び目理論だけではなく、また別の表現論という分野においても驚くような予想を立てることに成功しているということで、数学のさまざまな分野において新しい発見を今後してくれるかもしれません。そして最後に一つ補足を加えますと、今回研究を発表した
ディープマインドという会社についてですけれども、ディープマインドは Google の持ち株会社であるアルファベットの傘下にある企業で、かつてアルファ GO という AI を開発して囲碁の世界チャンピオンを打ち負かしたことで一躍有名になった企業です。そして最近でもですね、アルファフォールドというタンパク質の立体構造を解析する AI を発表するなどしている、世界でも有数の AI 企業です。ちなみに今映っているタンパク質の構造、これ紐状になってますよね。先ほど紹介した AI が導いた定理っていうのは紐の結び目を調べる結び目理論の分野で、一旦結び目調べて何になるんだと一瞬ちょっと突っ込みたくなると思うんですけれども、実はですね、この結び目理論っていうのはこのタンパク質の構造解析などにも応用ができるということなんですね。先ほどインタビューした下川教授もですね、そういった結び目理論のタンパク質解析の応用を研究している方でして、下川教授は AI によって結び目理論が新しい方向に進んで、それがいろいろな分野に応用されるかもしれないと期待を述べていました。今後 AI は生物学とか数学とかいろんな学問分野をまたいで次々と新たな発見をして大きなイノベーションを生んでいくかもしれません。以上、速報でお伝えしました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。